い絨毯と骨整理が敷かれてももうイギリスなんて行かないよ。ファーストクラスのチケット届いても二度とイギリスなんて行かないんだよ。人も街並みもすっかり疲弊した。それならばどこも同じ。こんなはずじゃない。冒険小説会議に呼ばれてもイギリスへは行かないんだよ。秘蔵スコッチの品評会誘われても、君のヒスローは回れ右。オイルプリンスと佳境の指定がよそ者の代表なもん。I hit the rock。 古き良き風景探して北へ向かった。言葉が変わりどこの国だよ。何語だとおばさんに尋ねたら、なまってるのは龍の方だよ。誰かに出したいハガキの宛名に迷ったのはここでは何も見つからなかったから。赤い絨毯と骨整理が敷かれてももうイギリスなんて行かないよ。ファーストクラスのチケット届いても二度とイギリスなんて行かないんだよ。